はい、今回はですねベストカー2022年9月10日号をご紹介します。まずですね、衝撃スクープ、第5のクラウンスラッシュデリカミニからですね、第5のクラウンからね、いきましょう。まあトヨタクラウンねの話です。まあ衝撃デビューを果たしたですね、16代目のねクラウン、まあ4種類のボディがですね、発表されましたけども、まあクロスオーバーですね、スポーツ SUV、 セダン、エステートとね、まあ、4種類発表されたんですけども、実はですね別の第5のボディがね計画されているそうです。それはですねズバリですね2ドアクーペだそうです。そしてですねその2ドアクーペをベースにしたコンバーチブルも設定される可能性があります。実はですねクラウンにはですね1967年登場のですね、まあ3代目クラウンですね、これにですね2ドアねハードトップという設定がありましたね。昔はですねクーペのことで、ね、2ドアハードトップって言ってたんですけども、まあ当時ですね、まあ高級車にはねこの2ドアハードトップを用意するのはまあ常設っていうかね当たり前のことでしたね。例えばですねライバルのねセドリック・グロリアなんかも、まあ当然のごとくね設定がありました。で今回のね16代目のクラウンはですね、まあ海外市場をね見据えているということですね。ですんで、まあ海外ではね高級クーペをね憧れの対象となる地域がですね少なくないそうです。ですのでまあベンツですね、 BMW、 アウディなどのですねプレミアムブランドもは、まあ、C セグメントですね、 D セグメント、E セグメントにもですね、まあ、クーペがラインナップされています。ただねこれはですねこの計画は、まあ、クラウンの売れ行きが、まあ、予想以上にね振るわない場合は、まあ、お蔵入りになっちゃうんじゃないかということですね、まあ、つまりですね、まあ、新型クラウンの勢い次第でね、まあ、この計画は、まあ、どうなるかちょっとまだ分かんないということですね。はい、じゃあ続きましてですね、三菱デリカミニのねお話をしていきます。でですねちょっとね、三菱つながりでですね、まあ、数ヶ月前にですねスクープしたパジェロミニのねお話をちょっとしていきますけども、実はですねこのパジェロミニの計画がですねなくなっちゃったそうですね。まあ理由はですねコストの問題とですね、まあ本格的なね SUV はまあコアなね不安はいるけども、やっぱね、量的にね人数がね少ないっていうことですよね。ですんで継続的に売り続けるのは厳しいんじゃないかということですね。それはですねやっぱね過去のねパジェロミニのね販売動向をね見てね、まあそれが示してるんじゃないかということです。であともう一つの説としてはね、まあ、日産が難色を示したというね説もあるそうです。ただねまあ一時ね市場にね不振だったね、三菱ですけども、まあこの不振をねを脱却してですね急な回復を見せているね三菱ですんで、まあ今後ですねこのパジェロミニの計画もの再開もあり得るんじゃないかということですね。でですねまあ今回はですね、まあ話はねパジェロミニではですねパジェロミニのお話じゃなくてねデリカミニのねお話ですんで、まあパジェロもねデリカもね、まあ、三菱のビッグネームですけども、まあこのねデリカミニを名乗る限りはですね、まあこのねデリカ D5 のイメージをね表した車になるそうです。具体的にはどんな車かというとですねボックス型ですね、あとねリアがねスライドドアになるそうです。でクロスオーバーではなく本格的な SUV と、で来年の春には登場するスケジュールだそうですね。なので2023年の3月から4月に、まあ、発表されるんじゃないかということですね、まあ、登場するというかね。でパワーユニットはですね今 EK シリーズのものを踏襲すると、
ただね、4WD はね、本格的なものになるんじゃないかということです。ですんで、まあ、デリカをなぞるだけにね、まあ、アクロ走行に強いですね。まあ、最低地上高がですね、まあ、EK クロスがですね、155ミリですんで、まあ、それよりね、大幅にね、車高が上がってですね、最低地上高がですね、190ミリ前後にの数値になるんじゃないかということですね。で、まあ、先ほどちょっとパワーユニットのお話をしたんですけども、まあ、1、2年後にはですね、バッテリー EV ですね、BEV が遅れて追加されるんじゃないかということです。はい、じゃあ続きましてですね、まあ、ハイエースのお話ですね、トヨタハイエースですね、新型ハイエース情報ありということでね。まあ、2025年にね、登場するそうですね、このね、時期ね、ハイエース。今度はですね、H400系ハイエースになるそうですね。で、現行のですね、H200系ね、ハイエースはですね、もうね、登場から18年経過してるそうですね。で、海外では、まあ、H300系のね、ハイエースはもうね、すでに登場しています。で、日本ではですね、H300系のハイエースは、まあ、グランエースとして販売されているそうです。で、H400系のですね、ハイエースは、まあ、これもですね、バッテリー EV にね、生まれ変わるそうです。で、プラットフォームはですね、ETNGA になるそうです。で、サイズはね、現行と同じです。ただね、運転席ですね、なんで前の座席が、まあ、ちょっと後ろに来てね、なんで、キャブオーバーじゃなくなりますんで、荷室のですね、長さがですね、ちょっと短くなるんじゃないかということですね。で、現行のね、H200系も、まあ、併売するんじゃないかということですね。なんで、まあ、バッテリー EV だけじゃね、ちょっとまだ不安だよということですからね。あとね、ノアとボクシーのバンタイプのタウンエースも、これもバッテリー EV で計画されているそうですね。はい、そんな感じでしょうかね。まあ、気になった方はですね、まあ、本屋さんとかね、コンビニでね、買ってもいかがでしょうか。私のね、お店にもありますんで、気になった方はね、読みに来てもらっても構いません。はい、それではね、今回の動画は以上になります。